貧困について語り、NHK ニュースで取り上げられた女子高生に対するバッシングが止まりません。そこには、貧困の基準をめぐる大きな誤解があります。人々の貧困への視線を読み解きます。んぽ法人ホットプラス代表理事、藤田貴則。ネットやソーシャル、ネットワーキング、サービス、SNS には今も、貧困を叩いてるんじゃない、貧困のふりをしてることを叩いているんだ。映画やランチを楽しんでいるのに貧困。支援。ふざけるな。NHK は捏造、捏造、をやめろ、といった声が溢れています。18日放送のニュースで女子生徒は、母子家庭の経済事情で専門学校進学を諦めたことを明かしました。アパートの部屋に冷房がないこと、パソコンの需要のために母にキーボードだけを買ってもらって練習したことなど、番組は母と二人暮らしの女子生徒の暮らしぶりも伝えました。その映像にイラスト用の高価なペンが映ったことから、女子生徒のものとされるツイッターが特定され、1000円の昼食を食べていたこと、好きな映画を見に行っていたことが攻撃されました。女子生徒を叩く人たちは、彼女は本当の貧困ではない。気が寸前になるまで助けるべきではない、と主張しているように見えます。ある国会議員もその論調に乗ったツイートをしました。ここに、貧困問題を考える上で重要なポイントがあります。つまり、貧困とはどのような状態を指すのか、貧困であるかどうかを決めるのは一体誰か、そしてその基準は?という問題です。その社会の、普通の暮らし、ができているかどうか。貧困、の言葉から何を想像するかは人それぞれですが、多くの人は、貧困とは物を食べられず、服も買えず、住むところにも困っているという状態をイメージするでしょう。このように、肉体、生命維持で精一杯の極限状況を、絶対的貧困、と呼びます。発展途上国で見られるタイプの貧困で、国連は、低所得、栄養不良、健康不良、教育の欠如など、到底人間らしく生きられない状態と定義しています。貧困について、特に欧州では、19世紀半ばから議論が始まりました。絶対的貧困は社会が対応しなければいけないという認識が広がり、20世紀に入ると社会保障で貧困をなくす動きにつながりました。その意味では、先進諸国では絶対的貧困は解決された、とも言われています。1960年代になって、英国の社会学者ピーター・タウンゼントが、相対的剥奪、ゼラチベ・デプリバチオン、という概念を提唱しました。最低限のものを食べられて、着る服があれば貧しくないのか、人間的な生活と言えるのか、と問題提起をしたのです。これが、相対的貧困、という概念です。タウンゼントはいくつかの、剥奪指標、を示しました。ちゃんと食事をしているか、外食をしているか、友人関係を維持しているか、習い事や教育にお金をかけているかといった指標です。冷蔵庫を持っているか、ホームパーティーを開いているか、という項目もありました。国によって違いますが、通常の人が享受しているこれらの指標がもし剥奪され、その社会の人間が考える普通の暮らし、ができていなければ、その人は、相対的に貧困である、と考えられます。社会生活から剥奪されたものを捉え、先進国の貧困、普通の暮らしを定義しようとしたわけです。そして、国民の半数から 60-70% ほどが実現している指標が欠けている場合、何らかの支援、所得保障が必要と判断されます。この概念は、貧困を再発見した、と言われました。欧州ではこうした議論が半世紀以上続き、貧困をめぐる議論はすでに成熟しています。絶対的貧困と相対的貧困の混同は起きません。支援を受けたいなら貧乏人らしくしろ、は傲慢だ。ところが、今回の貧困バッシングでは、女子生徒の1000円ランチが叩かれました。貧困であることをアピールし、支援を求める高校生がランチに1000円もかけるとは何事か、という偏狂な批判です。貧困なのだから映画を見てはいけない、アニメグッズを揃えてはいけない、と求める批判者は、支援されるべき貧困を、絶対的貧困、と考えています。そして、貧しいものは貧しくしていろ、という懲罰的態度を無自覚に相手にぶつけています。貧乏人は貧乏人らしく、という目線は、貧者を、劣ったもの、とみなし、隔離した16世紀英国の貧者隔離思想に近いものです。昔の英国社会では貧困は罪でした。本人が怠惰で、怠けていて、努力する意志もないから貧しくなったのだとみなされました。貧困の、個人原因説、です。貧困者は無知で売ってでも働かせるべきだと考えられ、
懲役にも近い形の収容所に送り込まれていたのです。日本の憲法第25条は、相対的貧困の考え方を先取りする形で、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する、と謳っています。にもかかわらず、日本では未だに貧困バッシングが続いています。2012年の生活保護バッシングも同じ構図です。誰もが何かのきっかけで、ある日貧困に陥るかもしれません。その時貧困バッシングは自分に向かってくるかもしれないのです。